どうもこんにちは、日本大学4年の宮下優香です。今日はエルトさんに来ていただきました。はい、エルトです。お願いします。今日は2、3卒向けの、まだ内定がない人向けの7月、8月の動き方についてエルトさんにご指導してもらえればと思います。まだ内定がなかったり就活続けてる方はぜひこの動画を参考にしてみてください。7月にまだ内定がないとぶっちゃけちょっと厳しかったりするんですか？いや、そんなことはないんじゃないかなと思いますよ。で、まあなんでかっていうと、ここ数年ってやっぱりもうみんな知ってると思うんだけど、就活がどんどん早期化してるじゃないですか。だから早い時期に内定もらう人も増えたんですけど、これ実際データにも出てるんですけど、その分内定辞退する人っていうのもめちゃめちゃ増えてるんですよね。はい、だから6月になんか本命の選考があって、でそこで内定もらったから、じゃあ今内定辞退しますみたいな人とか増えてきてるんで、意外にこうまだまだ、まあ、大手企業でも夏採用してる企業さんだったりとか、内定辞退した欠員分を追加で採用するみたいな企業さん増えてきてるんで、全然今からでも狙えるんじゃないかなと思います。次にその7月、8月の動き方の就活のスケジュールについて教えていただければ嬉しいです。就活スケジュール自体は7月、8月になってもそんなに大きくは変わらないかなと思っていて、企業としてはなる早でこう採用を終わらせたいっていうのがあるので。そうなんですね。はい、採用が終わってなかったらどん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 追加説明会が開かれていくみたいな感じで、まあ、それをまああくまでこう夏採用とか大難ターンの採用ですみたいに歌ってるだけなので、スケジュール自体はあんまり変わらないのかなっていうのはあるんですけど、まあ、たまにある特徴としてはやっぱり企業としてもこう10月とか12月にある内定式までにはまあこう採用を終わらせておきたいっていうところがあったりするので、面接が1個減ったりとか、はい、例えば3次面接まであったのが2次面接までで終わるみたいなのもこの時期のスケジュールとしては結構あるところなのかな。じゃあそうですね、行きたい企業さんで締め切りを見つけたらなるべく早くエントリーシートとウェブテストだったり面接もなるべく早く申し込むっていうところ。そうですね、そうですね、そうじゃないと採用の枠が、まあ、そもそも埋まっちゃうってなると、まあ、もったいないことですし、あとはちょっと遅れてエントリーしたりすると面接の途中で、はい、今年の採用もう終わりましたみたいな連絡がメールとかで来ることもあったりして、はい、次最終面接だったのにとかもあったりするんで、はい、それめっちゃなんか悔やまれるじゃないですか、はい、なんか落とされてないのに落とされるっていう状態になるんで、はい、早くエントリーするのがいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。じゃあその今やるべきことは何なのかなっていうのを教えていただきたいです。まあ、大きくは2つあるかなと思うんですけど、まあ、1つはまあこれまで通りだと思うんですけど、はい、試行錯誤して改善をしていくっていうことをやらなきゃいけないかなと思ってます。はい、要はなんかこう面接を何回もやれば場数踏めて上手くなるよみたいな話とかってあると思うんですけど、あれ半分合ってるんですけどちょっと半分不正解かなっていう気もしてて、確かになんか緊張はちょっとずつしなくなっていくじゃないですか。でも言ってることがいまいちだったらそれを言うのがどんだけ上手くなっても多分結果ってあんまり変わんないよねっていうことだと思うんで、はい、なんかこれ言ってる時面接官の人になんか響いてそうだなとか響いてなさそうだなっていうのは多分その1日の面接を振り返ったら分かると思うんで、はい、それをどん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 改善していく、次ここ変えてみようって変えて変えたらどうだったかっていうのを繰り返していくっていうのが一つすごい大事なところかなって思ってます。はい、で2つ目がやっぱ周りを頼るっていうことをちょっとまあ恥を捨ててっていうと失礼かもしれないですけどやってほしいなと思ってて、はい、コラボで出させてもらっててめちゃめちゃ悪いこと言うんですけど、はい、僕もチャンネルもそうですし、このチャンネルすら最悪別に見なくていいっちゃ見なくていいんですよ今の時期の就活生って。はい、なんでかっていうと多分みんな就活のサイトとか、はい、そういうものでノウハウとか情報めっちゃ得てきたわけじゃないですか。そうです、多分今も得てるわけじゃないですか。でもそれを見ててもうまくいっていないってことは、うん、その人個別の悩みだったりとか、うん、まあ、難しい部分があるわけじゃないですか。確かに。それを一般的なみんなこうやってやった方がいいよっていう情報じゃ解決できないっていう状態に今入ってると思うんで、はい、だったらすごい自分の仲いい人とか、うん、ね、就活うまくいった同期でもいいと思うんで、うん、そういう人たちに恥を捨てて厳しくフィードバックをしてほしい、うん、模擬面接してほしいとか、うん、ES 対策してほしいみたいなことを言った方が多分すごいいい結果になるんじゃないかなと思います。頼る人がいない人はどうしたらいいんですかね。
そうね、頼る人がいないっていうのは正直結構難しいところではあるかなと思うんですけど、うん、極端な親とかでもいいと思ってるんですよね、はい、結局要は自分をすごく知ってくれている人に対してこの ES とかこのガクチカとかこの面接っていうのは、はい、普段の自分がよく出てるかを見てほしいっていうことでいいと思うんですよ、はい、それは強みが伝わってる状態だと思うん で、はい、で強みが伝わってる状態になってたらあとはその会社を求める人材かそうでないかっていう結局イエスかノーかっていう話には持っていけるんで、うんうん、だから親とかでも全然いいと思うし、まあ、最悪別に後輩とかでも極端あればいいと思うんですよね、はい、だからなんかそういった自分を知ってる人に頼んでみるっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。そうなんですね、なんか私マッチャーがいいとか Facebook の大人の方がいいみたいな感じだと思ってたんですけど、うん、確かに身近な友達の方がなんかそうですよね、そうですね、あでもそうじゃないですか、多分まっちゃんとかも、はい、だからそれこそ実践経験積むみたいな知らない人と初対面で話してみるっていうのでは、まあ、いいものだと思うんですけど、はい、まあ、でも普段の自分がよく出てるかっていう方が多分大事なんじゃないかなっていう気がしますね。確かに、うん、ありがとうございます。やっぱりこの時期って周りもみんな決まってきてて、自分だけモチベを保って頑張らなきゃいけないと思うんですけど、そのモチベーションの保ち方、維持の仕方、どうすればいいですかね。これめちゃめちゃ難しい問題で、まあ、でも俺の回答はちょっと身も蓋もない話なんだけど、はい、モチベを維持するのは無理だね、無理だと思う。確かにそうですよね。だって俺はもともとモチベがこうね地面這うぐらい低い人間なんだけどもでもやっぱり一般的な人からするとやっぱり就活を終えて旅行行ってますとかみんなで飲んでます、朝まで遊んでますってなったらそれは見たらテンション下がるのはすごい当たり前のことだと思うんですよね。だからなんか それはまず、まあ、当たり前のことだと受け入れてあげるのが多分一番大事かなと思いますよ。自分が就活うまくいってないへこむっていうよりは、まあ、こうなるよねこういうもんだよねっていうふうにまず受け入れてあげるっていうのが一つすごい大事かなと思っていますと。でまあその中でやっぱ少しでもモチベーションを維持するとか高めるために非常に大事なことはやっぱり自分の成功体験を作ってあげることがすごい大事かなと思います。要は内定取るっていうのはちょっとあまりに遠すぎる目標だったりもするじゃないですか、はい、だからこの面接でこういうことをやるとかでもいいと思うんですよね、まあ、口が噛まずに言うとかでもいいし、まあ、口を聞いた時にすごいいい経験だねって言ってもらえるようにするとか、フィードバックをもらった時に論理的思考力が高いって言ってもらえるように頑張るとかでもいいと思うんですね。だからそうやってちっちゃい目標を自分で立て続けてそれを少しずつモチベーションにする、はい、でまあ寝る前に自分を褒めてあげるっていうのが、はい、多分一番いい維持の仕方なんじゃないかなと思います。じゃあ最後にエルトさんからまだ就活頑張ってる就活生に向けてメッセージお願いします。はい、就活めちゃめちゃ辛いと思います、まあ、僕もこういう状況だったらめちゃめちゃ辛いかなと思うんですけど、逆にこうどんだけ自分をこうなんだ自分ができないとかそういうふうに思っても、まあ、状況変わらないなと思うんで、前向きに、まあ、辛い中でも前向いて自分が何しなきゃいけないのかっていうのを考えながら頑張ってほしいなと思います。で、まあ、困った時には僕のチャンネルとか、まあ、この旬だよりのチャンネルに来ていただいて、まあ、相談するというのが一番いい流れなんじゃないかなと思うので頑張っていただければと思います。ありがとうございました。はい、今日は就活 YouTuber のエルトさんに7月8月の動き方について教えていただきました。みんなも大変だと思うんですけど旬だよりメンバーも頑張ってるのでまたみんな頑張りましょう。